どうも、エルザです。それでは、デトロイト、ビカミヒューマンやっていきたいと思います。前回、ジェリコですね、マーカスのジェリコの話をやっていって、まあ、無事、合流したというところで終わりました。まあね、前回から、何かとコナーが大変なことになってますが、また今回どうなってるか見ていきましょう。お待ちどう。ああ、どうも。ハンク。よ。元気か？相変わらずだよ。いつもの？ああ。いやー、三代目来ましたね。いや、しかもさ、ソフトウェアの異常がさ、常に右側の上に出てきててさ、これなんか最後影響あんのかな。おい、嘘だろ。探すのに手間取って。お前死ぬたびにそうやって戻ってくるのか。残念ながら前任者は破壊されました。ですがメモリーは全て私に転送されています。操作には影響しませんのでご心配なく。操作に影響がないだと？俺の目の前でトラックに轢かれて平然と戻ってきたってのにか。機械は壊れれば入れ替えられるのが普通ですよ。何か不満がおありですか？ああ、あるね。さあ、失せろ。ああ、ハンクは意外と命の重さに関してはあれかな、イラってくるタイプなんだろうね。今新しい事件の報告が入りました。このすぐ先です。見に行きませんか？それではごゆっくり。私は車で待っています。はあ、ちょっとハンクの性格っていうか、なんか大事にしてるものが分かってきたかも。おい、こら、バッテリーでも切れたか？すみません、サイバーライフに報告していました。お前ずっとエレベーターにいるつもりか？いえ、行きます。で、男の情報は？あまり。近所の住人から妙な物音が部屋から聞こえていたと報告が。空き家のはずなんですが、ただ LED を帽子で隠した男の目撃情報があります。まったく、人手が足りないってのにいちいち物音がしたってだけで操作してられるか。お前本当にエレベあ、すまんな、ハンク。はぁ、寝た。で、報告を送ってたのか？目を閉じるだけで。そうです。にしても、でもなんか僕も断片的すぎてちょっと話が飛んだような気がしたんだよね、今の。いやー、もしかしたらここら辺からなんか影響出んのかな、コナー自体に。いすみません、ちょっと荒いね。開けろ、デトロイト死刑だ。下がってろ。はい。いや、ちょっと待った、なんかコナーちょっと違うぞ。なんじゃん、どうしたどうした。いったね。クソ、なんなんだこりゃ。いやー、ったくひでえ匂いだ、畜生。いや、そりゃひどい匂いやろ。とんだ無駄足みたいだな。無駄足ね。もぬけの殻だ。調べてみないとね、それは。いや、その仲間でいる？何もなし。いや、ちょっと待って、俺さっきのさ、コナーのあの怒鳴ったのがちょっと意外すぎて。
UFD と？リサイクルペーパー最近剥がされた後、剥がされた後だよね、剥がすしかないよね。さあ、この初期には、息が詰まるぜ。なんかあったか。ええ、多分ノートのようですが、ただ判読できない。こっちではない。いやー、そろそろちょっと展開も変わってくるかな。これ やったことある人はまた全然見たことない展開なのかもしれないね、うん、いやそれはそれでちょっと楽しみなんだけど、容疑者は食事をとっていないってことはアンドロイドの可能性高いな。ここはの動物に興味を持っていた。他の生命に対してってことか。ミリタリージャケット RT イニシャルでしょう。ジャケットに自分のイニシャル、幼稚園児じゃあるまいし、そんなことするか。フェイク ID、ルパートトラップ。偽造の運転免許ですね。そうか、収穫はあったな。ハトが邪魔。ん？これまた。アンドレード文字かな。これはどういう意味だ。RA9。2471箇所も壁に書かれています。オーティスのアンドロイドが浴室に書いたものと同じだ。なぜこんなに取り憑かれたように。こりゃまるで迷路みたいだな。前回の時もね、なんか書いてたもんね。さあ、木製の椅子。他にある？あった。マーカー。まだ湿ってるとか、そんなに時間は経ってないってことか。あ、再現できるね。はいはい。再現再現。最近までここにいた。でもわざわざ椅子に乗ってか。ぶつけた？逃げた。リビングに逃げたか。鳥の餌？おい、冗談だろ。サンプルを取る。そういうサンプルの取り方。ブルーブラッド。LED を取ってるってことか。シンクに LED が。やっぱりな、そりゃそうだろ。ハトと暮らせるなんて人間じゃない。そしたらこっちだね。いや、逆にハン君は警察だからといってこの中普通に座ってられるのすげえぞ。さあ、鳥かご。ひっかき傷、最近のもの。ひっかき傷か。指紋、最近のもの。痕跡だけか。
これは鉄のフック。進める。お、中央回っております。あ、ぶつかって落ちたってことか。容疑者は逃げようとしたがつまずいた。あ、はいはい、気づいたわけね。侵入者気づいた。起き上がり、はあ、そこか。さあ容疑者見つけます。か、いや何かとあれだね。いや屋根好きやね。屋根裏好きやね。いったく本当にムカつく鳩だぜ。何ボケっとしてるやつ。おい、はいはい。あ、待つ、早い、ういは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 い。あ、違う、押すの。早いがリスクが高い。まあこっちやな。まずは真ん中。たまには見せんと。ダイレクトだが混み合っている。はいはい、ジャンプで、パルクールじゃん、ほぼ。これカメラワークめっちゃ面白い。さあ、こっちから抜けて、さあ次早上がりですけど、ダイレクトな時間。うん、真ん中。さあ登って三角で、あ、追いつけるかな。バッツー、冗談きついぜ。ハンク、でもちゃんと追っかけてきてたね。三角と、やべえね、やっぱアンドロイド同士だから早い。大体何を使うかボタンは分かって、で三角でしょ。さあ、こっからだが、いや奥、いやこれ見落とすのか。あー、ハンク、助けるしかないじゃん。さすがに、さすがにまだハンク、ここではダメだよ。私のせいです。もっと急いでいれば。俺が足引っ張ったんだよ。まあいい。顔は分かった。見つかるさ。おい、こら。なんでもない。いやー、かっこいいかったねー、コナー。いや、見せ場が来たって感じだったけど、いや、めっちゃ面白かった今の。普通にプライベートでもっかいして、僕は結構ね。あ、でもなんかアクション的にはこのボタンをよく使うんだなっていうのはよく分かった。これ逆に助けなかったら
ああまあちょっとそれは気になるけどね。じゃあ次行きますか。いや、さすがに見捨てれんかったね。さすがにね。いや、見捨ててもいいけどな。怒られそうな気もするな。あなたたちは逃亡者。君と同じだ。俺はジョッシュ。サイモンだ。ノースよ。ジェリコについて。ここがジェリコ。奴隷生活から逃げ出した者の隠れ家さ。隠れることについて。ジェリコはアンドロイドが自由に生きる場所じゃないのか。俺たちは自由さ。理想とは違うけれど、もうご主人様はいないんだ。誰のものでもないんだよ。アンドロイドについて。何人いるんだ。まだ稼働しているのは19人。稼働しているの。他の人は逃亡中に損傷した。みんなジェリコを目指すけれど、たどり着けないんだ。残酷な人間たちのせいで。君の気持ちはわかるよ。でもここにいる方がずっと自由だ。今の君たちは恐怖に心を支配されている。そんなの自由だなんて言えない。支配者が変わっただけだ。君も迷子なんだね。でも今はこれで我慢するしかないんだよ。ここは安全だ。好きなだけここにいるといい。ルーシーに会ってきっと助けてくれる。さあ休む。ルーシーを探す。ジェリコを探索。ははすげえすげえな若干俺はどっちかというと球の速さが異常だったんだけど、帰ってくる球の速さはね。火を起こすか。まあ温まるっていう概念はないだろうけどね。明かりがないよりかは、ん？人間は死ぬことを怖がっている。死んだ後はどうなるの？さあ、僕にはわからない。私はあと数秒で死ぬわ。あなたの名前は？マーカス。会えてよかったわ、マーカス。あれ？今ちょっと気になったことがあるんだけどさ、握手した瞬間かなんかわかんないんだけど、オッドアイになってない？気のせいかな。なんかね、カッター目がね、両方青だった気がするんだけど、亡くなったからって捨てられたのさ。ここに来るまで路上生活してたんだ。何かしないとみんなシャットダウンしてしまう。修理にはブルーブラッドと生体部品がいる。シャットダウンした人から回収してるけど、それじゃ足りないんだ。じゃあどうするんだ。みんなゆっくり死んでいくんだよ。うん、人間と一緒で輸血対象がない。いや俺どっちかというとちょっとマーカスの状態が今気になるな。システムの変化が起きたとしか思えないし、
アーリン家。あ、ジェリコのことだったのかな。ジェリコに向かいってことだったが、あのマーク。何も入ってない。箱にはもうか。何が入ってたんだ。サイバーライフ。あ、パーツ。いや、てか目はあれか、入れ替えたからか。まあいいや、それやったらいいや。入れ替えた時からか。いや、なんかね、やってるとね、ちょっと細かいところが気になってしまって、こういうの。来る前はどんな仕事？余計なお世話。激怒。じゃあ、そうだね。激怒してんだったら部品について聞くか。足りないのに、なんで誰も手に入れようとしないんだ。簡単に言わないでよ。サイバーライフのお店に買いに行けっての。それにジェリコを出たがる人なんていない。ああ、捕まるからってことか。負傷者たちについて。みんなかなりひどい状態だ。人間に逆らうとこうなるのよ。見下して受け入れようともしない。安らぎが欲しいならよそに行けば。さすがに邪魔できない。邪魔できたらいいんだなと思ったんだけど。さあ、奥行きますか。こっちも？もう終わりが近いか。僕、ひどい状態だろう。診断プログラムももう動かない。動いたところで結果は変わらないけど。何があったんですか？車の後ろに縛り付けられてね。人間の暇つぶしさ。シャットダウンするの。いや、死にたくない。まあでも大体わかるよね。人間、アンドロイド自体がさ、最初の頃はこう裕福なところが多いから、そもそも心に余裕ある人たちに配られるけど、ここまで発達してくると、人を選ばないっていうか、選ばなくなってくるからね。ってなってくると、やっぱり道具として見てる人たちの手にも渡るから、こういう反逆のもとになるというかね。まあ、人間と一緒だよね、そこら辺はね。不満をぶつけるからね、害のないものにね。そのたまり場になったという感じか。ん？あなたがルーシー？座って。見せて。止めてあげましょう。溶接。飲んで。ブルーブラッドか。
いや、てかこのブルーブラッドをさっきの人たちにあげればいいんじゃね？って思うのは俺だけか。いや、飲みたくねえなっていう気持ちもちょっとあるんだよね。手を出して。なんか嫌だな、出したくもないしな。情報共有するわけだね。持ち全て失い、その後ひどい地獄を見てきた。心は闇に覆われ、でも影もあり、また光もある。どちらが勝つか、私たちの運命はあなたの手の中に。さあ、サイモンに計画を提案する。計画ね。パーツとブラッドを取りに行く感じか。しっかりと目つぶるんだね。いや、キラーやったらスタン狙えてるんやけどな。サイモン、修理に部品が必要なんだろう。港にあるサイバーライフの倉庫、あそこなら全て揃ってる。警備がいるだろう。自由に部品を持っていけるわけじゃないんだ。彼らに頼んだって。人間に頼む必要なんかない。武器はどうするんだ。ろくに戦い方だって知らないんだぞ。だったら戦わずに盗めばいい。無謀にも程があるだろう。かもな。でも何もしないよりはマシだろう。やりましょう。試す価値はある。わかった、やろう。さあ決断の時。マーカスが闇落ちしていく様が見えるって感じだね。いやー、ライト持つとね、どうしても顔に当てたくなるよね。まあまあ、そんなしたら怒られるんだけどね。じゃあ続き見ていきましょうかね。2038年11月6日と。お、カーラ。心を開いてない。一方に開いてもらえないね。大丈夫？きっと助けてくれる。すぐに嫌なことも忘れられるはず。着いたわ。開けるか。さあ、助けを求める。いや、助けを求めるにしてはちょっとボロボロな気がするが。あら、やっぱいないかな。ズラトコさんですか？何の用だ？助けてもらえませんか？何の話かわからん。さあ帰ってくれ。悪いな。待って、お願い助けて。入れ。
さあ入って、遠慮はいらん。いや、その前にズラトコさんって誰誰。いや、こんな話が飛んでもな。ルーサー、お嬢さん方のコートをお預かりして。ああ、大丈夫だよ、怖がらないで。ルーサーは私が助けたアンドロイドの一人だ。家がこんなに大きくても一人だと寂しいからな。さあくつろぐといい。私のことは誰から。通りすがりのアンドロイドが助けてくれるかもって。なるほど、変異体か。その子は。人間です。で、安全な場所に行きたいのか。人生をやり直せる場所だろう。ちょうど今ならカナダはいい季節だろうな。景色もいいし、空気も新鮮で土地も広い。アンドロイド法もないしな。心機一転にはもってこいだ。ええ、そういう場所に行きたくって。だろうな。手助けはできる。だがまずトラッカーを取り除かないと。トラッカー？ああ、アンドロイドには位置を特定するモジュールが取り付けられているんだよ。それさえ外してしまえば君たちも安全だ。ほら、来なさい。ああ、その子は今で待たせておくといい。いえ、この子も一緒に行きます。そうか。パーツを外すってことか。ああ、でも確かに GPS 的なものはあるだろうね。必要なものは地下にある。てか、カーロこんな格好だって。いや、これあれか、盗んだ服屋からか。いやー、にしてもね、ここまで頑張ってもアリスね、一切心は開かないというね。一応安心させるか。心配しないで。トラッカーを外してもらえればカナダでやり直せるの。いいことなのよ。散らかってて悪いな。機械を隠しておかなきゃならないんでね。トラッカーを取り外すのは違法だからな。快適でもバレちゃ身も蓋もないだろう。その子が怖がってなければいいんだが。いえ、この子は平気です。そうか。何を見た？さあほら、こっちだ。はあ、研究者なのか違法者なのか。ちょっと待って、こっちなんかある？わざわざあの扉をね。それじゃあそこに立ってくれるかな。さあ乗ろう。もうサイバーライフから仕入れてる感じか、パーツをね。先に言っておくが、少々痛むぞ。トラッカーは変異体になると機能しなくなるようでな。だから見つけづらいんだ。つまりトラッカーを取り除く必要なんてないんだよ。お前さっき。ああ、
人は疑うということを知らん。変異体は実に無知な奴ばかりだ。お前らは皆俺に助けを求めてやってくる。そいつらを初期化して売り払う。じゃなきゃここで実験に使う。いや、やめて。リセットなんて嫌、やめて。カーラ。ガキがいたんだったな。忘れてた。ああ、閉じ込めとけ。そいつは後だ。アリス、アリス、いや。おお、母親ごっこをする変異体か。こりゃ感動ものだな。だが愚かだ。さあ、苦しみから解放してやろう。マジか、なんか方法ねえかな。夢ってやつは厄介だ。いつも同じ終わり方をする。失望だけが残る。正直記憶も感情もない方がマシってやつさ。苦しみもない、希望が裏切られることもな。羨ましいくらいさ。カーラ。かわいそうなアリス。ああ、ママはもうお前のことを覚えていないみたいだぞ。すっかり忘れちゃったみたいだな。カーラ、ねえどうしたの。ああ、ほらこっちに来い。噛みやがったな。それじゃあたっぷりお仕置きをしてやらんとな。カーラ、起きて。カーラ、リビングに来るんだ。逃げる逃げる、逃げんと逃げんと。まずは何か使えそうな、あったね。これを蹴って、ダメか。次、青いケーブル。ダメか。そしたら、黄色はどうだ。あー、なるほど。そしたら緑だ。いやー、初期化したかー。緑か、正解は。そう、緑やったかー。さあね、操作してる僕は特になんだけど、戻らんやろな。ん？おいでアリス。何か。解除されるか。助けてくれ。さあ、柵を開けて。記憶が消された。
まさか。思い出してカーラ、あの子のためにも。俺たちをもてあそんで化け物を作り憂さ晴らししてるんだよ。でも奴こそ化け物だ。俺たちにこんなことして。自分が誰なのか思い出せ。じゃないとあの子は死んでしまう。さあ記憶を、まだ解除できるものがあるね。いや解除できないか。なんだ、何かが。あるはずだと思うんだが、さあ徐々に徐々に。って感じだったね。今のはなんかあるのか。あった。いやー服見ても覚え出さないか。いや、くつろぐがいい。もうちょいやね、名前を思い出すまで。あといけそうなのが、ご主人様の食事だ、持っていけ。いや、まだその前に、その前にまだちょっと見たいものがある。いやー、だいぶ悪趣味やな。本ね、大量の本はあるけど。さあ外外見て何か意味ある？ないかな。何か思い出せるキーとなるものが。雨だね。所有者との、所有者の書き換えもされてるわけか。リセット記憶を呼び戻すしかないよな。いや、ちょっと待った、今。お酒飲んでるか。安全な場所に行きたいなら、人生をやり直せる場所だろう。か、あともうちょい、あともうちょい、あともうちょいだよ。なんかない？なんかないよ。
なんか思い出せない？あともう一文字ぐらいだよ。指示に従うしかないか。はあ、持っていくか。特に何も、あ、いや、ちょっと待って、ドアか、まあ、あんなやつの飯ぐらいだったら、はあ、ここは出られないってなると、リビング来てあそこから抜けるのが一番か。ないかないか、なんかないか。なんだろうね、子供あれは RE2 思い出すな。無駄に物だけ金かけやがって、あの野郎。食事を持っていく。ああ、あそこのテーブルの上に置いておけ。テーブルの上、もうリセットしてどうなるか分かってるから。驚きもしないってことだね、言うこと聞いてるのがね。残骸を処分しよう、隣の部屋に持ってけ。あの女何も言わずに消えやがった。俺のことゴミくるみの店で会計士と一緒に逃げやがったっつさ。おい、聞いてたのか。はい、ご主人様。残骸ね。ルーサー、ルーサー、お呼びですか。あと10分もすればここも片付く。そしたらガキをどうするか決めるぞ。はい、ご主人様。10分後に子供を連れてきます。さあ、10分だね。あの女の子は誰？思い出せ。これではない。あ、ばい、時間が迫ってる。クマ？あー、そっか、アンドロイドか。開けとくね。頼むよ。わかんないけど頼むよ。やられっぱなしは尺に合わんかいな。観察する。あー、なるほど、こいつもレッドアイスか。アリス、さあ、廊下、ちょっと待ってね、こっちは。ここで何している。ご主人様が許可したのか。ご主人様には逆らうな。そう、逆らってはならない。何をしている。傷つけるつもりか。いや、いや、そんなはずはない。停止する。さあ、アリスの場所は聞いてもって気はするからな。とりあえず何かがあるかもしれないから。
ちょっと待った、今選択肢が出たんだけど、どこの部屋かっていう話だよね。アリスを探さないとな、まあ、あそこだろうなっていう気はしてるんだけど、わかんないしね。持つことは可能。それだけ？それだけ？昨夜デトロイトのコンビニエンスストアで強盗事件が発生しました。いやいやいや、これをしてこんなことしてる場合じゃない。もうドアが、ドアはそこの2つだけ。いないねー、アリスちゃんどこかな。ご主人様。なんだ。子供が消えました。突然いなくなるはずないだろう。どこかにいるはずだ。何ポケットしてる。探してこい。いや、何もほとんど何も見えんぞ。いや、やばいやばい、全然何も見えない。ルフさん、お前一体何してんだ。ほら来い。ただいま。あ、いた。どうだ、行くか。火をつける。もうこんなところは急ぎましょう。やつらが来る。煙が充満してやる。ルーサー、おい、燃えてるぞ。ルーサー、あのクソ野郎ども。あ、タイミング的には OK。 走り。やば、ショットガンか。え、裏口。もう先見てたからね。
言っただろう。夢ってやつは厄介だってな。よくも逆らいやがって。何してんだ。早くそこをどけ。いいえ、どきません。さっさとそこをどかなきゃお前にぶっ放してやる。おい、何しやがんだ。どういうつもりだ。なんでここに。誰が出した。こっちに来るな。おい、やめろ。従え、俺はお前のご主人様だぞ。本当にすまなかった。俺はあいつの言いなりだったんだ。その子がお前のために危険を犯すのを見て、まるで初めて目を開けた気分になった。やっと目が覚めたんだよ。あんなことをした後じゃ信用できないだろうが、国境越えを助けてくれる人を知ってるんだ。俺も一緒に行こう。俺がお前とその子を守ってやる。わかった。信じるわ。さあ、ズラッとこ編。いやー、逃げ切れたのは一つでかかったけど、あ、じゃあね、なんかミスってたら、助かってないね。いや、裏口ちゃんと見ててよかったな。怪物はズラッとこります。いや、怪物って言い方もあるけど、これあれか、怪物、いや、白熊の方にやられる可能性もあったわけね。はあ。まあでも、ルーサーが味方になったんで、まあまあこれはこれで心強いかな。まあでも、正直ショットガンが欲しかったね。ショットガンをちょっともらいたいところはあったけど、まあまあまあ何かとちょっと味方が増えてきて、カーラ編の方はさらに動きが出てくるかな。国境越えの方だね。まあ、そこら辺が気になるところだが、まあ、また、次回、やっていきましょうか。で、そうですね、動画の方はここまでで、ライブ配信の方は、あと1回分撮っていこうかなと思ってますんで、引き続き楽しんでいただければと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。ほんじゃ、またな。